YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、青木です。さて、本日の動画はですね、またまたオリジナルカレンダー企画 の、 ご案内なんですが、先日3月の7日でこちらお写真の募集ですね、応募締め切りいたしました。ご応募いただきました皆様ありがとうございました。今回はですね、10枚の写真をご応募いただきました。10枚の内訳なんですが、ワンちゃんが4枚です。それから猫ちゃんが5枚、あとハムスターさんが1枚です。この中から最優秀賞が1枚、最優秀賞の写真は、表紙イラストになります。こちらの賞に選ばれた方は、こちらの出来上がったカレンダーと、あとイラストのポストカードプレゼントです。それから、優秀賞が、6枚ですね。優秀賞6枚、こちらは中のカレンダーのイラストになります。ここにあるのがちょうど今年のカレンダーなんですが、こんな感じでこの3月4月ってここに文字が入って、この上になるイラスト、こちらですね、こちらが優秀賞なんですが、こちらの方はこのイラストのポストカードプレゼントになります。今回10枚ですので、残りの3枚、こちらが佳作3枚ですねとなります。佳作の方はですね、このカレンダーの後ろの表紙のイラスト、それから巻末イラストですね、当初の予定よりもですね、大きめのサイズでお書きしようと思っております。あとはいただいた写真によって構図が縦長だったり横長だったりとか、結構まばらだったりするので、それに合わせてちょっとレイアウトしようかなと思っております。で、こちらの佳作の方、こちらはですね、現物でのプレゼントはないんですが、イラストの画像プレゼントということで、やり取りをしているところ、例えばインスタの DM とか、あとはメールですとか、そちらの方から出来上がった画像のプレゼントをいたしますので、よろしくお願いします。この、いただいた写真、だいたい横長でいただいている写真の方が多いんですが、縦長でいただいているお写真もありますので、その場合にこのカレンダーのイラスト、基本的にこんな感じで横長になりますので、縦長で例えば、2匹のワンちゃんがこう斜めにあるような感じのイラストだったりすると、こうちょっとちょうど横並びになるようにとか、そんな風にですね、こちらで構図をちょっと変更してお書きしますので、よろしくお願いします。写真の発表が14日なんですが、こちら審査員はですね、うちの夫サトシと私2人で審査いたしますので、じっくり選ばせていただきます。それから14日の日に、こちらの賞の発表の動画を作ります。動画作ってアップしますので、ぜひぜひこちらもですね、皆さんお楽しみにお待ちください。ではご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。